やっちゃいますよ。Thank you.
というわけで突然終わります。いや、なんか気づいたらこれだけでも7本ぐらい適当にやっちゃってるんですけれど、でね、まあ今何をしてるのかね、全然これ分かんないと思うんで、今日のね、メンバー紹介、まずですね、まあ、メンバー紹介といっても機材紹介なんですけれど、ドラムマシーンっていうのがあるんですけれど、ドラムマシーンはね、まあいつも聞いてる人は黙っててねで、ドラムマシーンというのは文字通りこのドラムの音をね、いろいろ入れる、マシーンなんですけど、これをね、自分でね、いろんな音をね打ち込んで作っていくんですけど、こういうね、でこういうのをですね、まずこのドラムマシン、ドラムがメインで走ります。でドラムを、走らせます。これを走らせるとですね、今これ走ってる状態ですけど、これ何も出てませんよね。でここから一個一個ね、例えばキックの音入るかな、でハイハット、スナーも出るかな、マシンにこれプログラムしてるんですね。でこれを、このエフェクター、ここでね、こんなもう音色をね変えながら加工してくれます。でさらに、関西の新鮮の人はみんな持ってるドリフトボックス、いつか使いましたい、たこ焼きのような、たこ焼きのように持ってるドリフトボックス、これをですね、これがこのテンポに合わせて、シーケンスフレーズをね奏でていくんですけど、入れてみます。ながらですね、今日はちょこちょこやっていこうと思うんですけれど、ただでもこれだけやったら、ね、何をしてるのかわからないので、今日はね、ボコーダーをねちょこっとね、やろっかなと思ってるんですけれど、ボコーダー皆さん知ってますか？シンセサイザーのね、シンセサイザーでロボットボイスであったりとかね、いろんな声が出るんですけれど、ねちょっと静かすぎますよね。ちょっと待ってくださいね。出るかな。ボコーダーがここと。これ適当に僕喋ってるんですけれど、こういうのをね、いろいろと、ボイスが出るのですが、今日はね、ちょっとね伴奏をつけて、ちょっとバックにね、ちょっと音楽を流しながら、あの曲この曲いろいろやりながらね、ちょっとボコーダーメドレーをしてみようかなって思うんですけれど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、このごめんなさい、もう一回ちょっと待ってください。
陽星華って皆さん知ってますかね、もうあのグレゴリオ僕 大好きなんですけどね。でグレゴリオ星華が好きになったのはグレゴリオ星華を聴いてじゃなくて、僕はあのクラブミュージック、こういったねテクノの、ね、こうシンセサイザーを使った音楽が大好きで、そういうところから好きになってね、昔ねあの90年代かな、エニグマというグループがいたんですけれど、うん、エニグマご存知ですか皆さん、はい、このねあのこの曲を聴いて僕はあのグレゴリオ星華が好きになったんですけれど、今日はねこのエニグマからスタートしてあの曲この曲をちょっとメドレー形式でですねオコーダーでこれこんな感じで出ますからね、ちょっとやってみようかなと思っております。じゃあボコーダーメドレーのコーナきれいだね。
で、奥さんはどうしてるの？何も言ってないの？言えなくて、言ってもよっぽちにされちゃうんですよ。お前は手圧が足りてないって。あのね、奥さんもちゃんと言わなきゃダメだよ。はい。え？パッチングされながらも言えばいいじゃない。私は電圧足りてますって言えばいいじゃない。言えるでしょ。ね。ちょっと一旦コマーシャル行くからね。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。はい、ということでご登壇紹介のコーナーでした。皆さんね、チコちゃんに叱られる、こんな感じで喋ってるんですけれど、これで、もう何見せられてるかもわけわかんなくなっちゃってきてると思うので、ちゃんと女らしいことをやろうかなと思っております。でですね、次はスペシャルゲストを呼ぼうかなと思ってるんですけれど、ねえねえ、上野、次の呼ぶギタリストの名前は誰？グレッグ・ローマンちゃいますか？ちゃんと答えてくれる？タルイさんですよね。はい、タルイさん。じゃあね、タルイさんが好きな映画俳優は誰？映画俳優ですね。はい。はい。じゃあ、
行っちゃいますよ、カレーさん。はい、行っちゃいましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。
そっちの方がいいですよ。こっちの方がいいですか。こっちの方がいい。
これなんか可愛いですか。これこれこんな感じにもねなりますからね。これこれ犯罪者の声でね、もう大体はアサリのほとんどが全部北朝鮮産ですから、一般のあのね産地にしようとか言っても簡単にできちゃいますよね。これ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 いいですね、やっぱりね、いいですね、あそれ可愛いのがいいです。はい、これで行っちゃおうかなと思うんですけれど、じゃあね、映画好きの高木さん、高木さんに質問。僕のね、あの大好きなあの動物学者の人のね、デビッド・アッテンポロ動物学者、植物学者、動物学者、ナレーターもやってるね、デビッド・アッテンポローっていう方がいらっしゃるんですけれど、その人の、ね、声が、ね、とても素敵なんです。あのでね、あのこの前あの深海に、ね、降りてシーラカンスを、ね、探していくっていうドキュメンタリーの番組で、そのデビッド・アッテンポローの声を言ってくれてたんですけどね、その声あまりにも素晴らしいからちょっと曲に使っちゃおうと思ってね、サンプリングしたんですよ。But Erdmann has long been wanting to explore the deeper ocean. The lower they go, the darker it gets. Very little light penetrates these gloomy depths. ジュラシックパークにもね、はい、映画出てたりとか、映画監督はね、ガンジーで、映画大好きでしょ、大好きです。ガンジーとかね、例えば大合唱とか戦場に立てる橋とかね、あの頃から活躍してくれたの監督の人なんですけれど、その監督の名前は誰？もっと生きてんじゃねえよ。監督はね、リチャード・アッテンポロ、リチャード・アッテンポロで、その、何ですかっていう、でね、その人のね、兄弟で、弟さんとかね、声をね、入れながらですね、ちょっとアンビエントの曲をね、ガラーッとやってみようかな、いいですか。はい、じゃあ、アンビエントの曲、メモという曲です。
is lurking inside a crevice. Could it be the silicates? Thank you.
out.